皆さんこんにちは。こんにちは。大塚翔です。田村明信です。お久しぶりです。お久しぶりです。タイトルにもある通り、確認すな。タイトルにもある通り、今回重大なご報告があります。おお、ありがとうございます。ちょっと身長高いな。膝痛いんで。あ、膝痛い。私もじゃあすいません。あ、すいません。ありがとうございます。はい、あのまあ、あの皆様にね、あのこれまで、はい、対談動画を中心に、動画を届けてき、たんですけれども、はい、これからですね、またアスタパワーアップして、うん、新たなジャンルだったりとか、うん、あ、今までにない動画を皆さんに届けていきたいと思っております。はい、そこでですね、冒頭でも話しさせていただきました通り、はい、発表がございます。はい、では翔から、はい、お願いいたします。はい、あ、ごめんごめんごめん、大丈夫ですか？大丈夫です。あの、大丈夫ですか？大丈夫です。緊張します。緊張。アスターチャンネル。年内、登録者数、1000人を目指します。ありがとうございます。ありがとうございます。ではないですが、はい。はい、まあ、登録者数、年内1000人ということで、はい、今回の動画ではですね、はい、まあ、これからどういう動画を皆さんに届けていくのかという点と、あとはあの登録者数1000人を達成することができたら、まあどうするのか、なるほど、というところをお話ししていきたいと思いますので、はい、最後までよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではですね、はい、まあ、順に、ちょっと僕からじゃあ翔に聞いて、はい、行きましょうか。はい、でまずですね、まあ、改めてこのアスターチャンネルの方向性っていうのを聞かせてください。サッカーを中心とした動画を上げていきたいなと思ってます。はい、はい、もうサッカーを中心として、はい、これまでの自分たちの経験だったり、うん、どんどん動画に発信していきたい、はい、そこはもうぶらさせていきたいなと思ってます。ね、なんかヒントとなるような、はい、られたらなと思っております。はい、じゃあまあどういう動画をこれからじゃあ上げていくのかについてもちょっと教えてください。はい、まあこれまでの対談企画はそのまま続けていきたいなと。いろいろありましたね。はい、そうですね、あの監督とのね対談だったりとか、 J リーガーの後輩のね、西村拓哉さん、はい、これで分かったと思うんですけども富山第一高校のサッカー部変人しか言いませんでした。すいません、他のバレましたね。バレましたね。びっくりしました、もう変人ばっかりでした。すごかったな、ちょっと。まあそういうのも、まあ、あとは違うジャンル、もうちょっと考えてます。例えばなんか違うスポーツ界とかでも面白いのかなっていう風に。同年代とか、同年代の、例えば僕だったら富山第一高校出身のバスケの日本代表である馬場雄大選手とかいるんですよ。そういった方に今までの、はい、それゲストに呼んでとか面白いかなと思ってます。はい、ありがとうございます。他にはどんな動画を上げてみましょうか。そうですね、まあ、実際にそのサッカーを通して、まあ、培ってきた知識だったりとかスキルだったりとかをこう実際動画で、あの2人で動画撮ってそういうのを見せれたらいいかなと思ってます。はい、ボール蹴るときに ここ意識してるとか、ボール蹴る前に、そうです、そうです、イメージとして見てるところとか、はい、感覚じゃなくてそれを自分たちでもう一回振り返って、
だからこういうプレーができるんだ、うん、そうですね、その言語化とかも含めてやっていきたいなと思います。なんでありがとう。ありがとうございます。めっちゃ言うてまうね。言うね。思ってた。めっちゃ思ってた。めっちゃ思ってた。じゃあまあそういったまあ対談動画、これまでと、はい、まあ同様に言った、まあそういう多ジャンルの、スポーツをされている方々と対談をしたりとか、うん、同期の、うん、サッカー選手ジェリーがね。ジェリーが。うん、楽しみ。そういう動画も発信していくのと、はい、自分たちの、まあ、これまでの経験から培ってきたスキルだったけど、実際にこうプレイ動画として上げていきたいなと思います、はい、その他に、ね、皆さん本当に今でもコメント欄に本当にありがとうございます。ありがとうございます。改めて、はい、ちょっと全部は答えるか分かんないんですけど、全部答えていこうよ。答えていきます。答えていきます。答えていきますよ。もちろん。まだこちらの方に応募していただきます。こちらどっちも大丈夫です。はい。こちらの方にね、コメントしていただければなと思いますので、続きよろしくお願いいたします。はい。で、一番これ、重要かなと思ってるんですけれども、一番ね、皆さんにとったら多分一番興味があるところなんですけど、年内、登録者数1000人っていうふうに目標を掲げさせていただいたんですけれども、うん、はい、じゃあこれ1000人達成したらどうなるんですかね、うん、僕らですごく考えてちょっと出したんですけども、はい、登録者さんの中から、希望者を Zoom に招待してですね、ほう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 、まあ、例えば、まあ、サッカーの悩みだったりとか、進路ですね、進路の悩みだったりとかを、まあ、解決していくっていうところで、ちょっと1000人を達成した時にはそういう風な形で視聴者の方に恩返しできたらいいなというふうに思ったので、そういう企画をやっていこうかと。ありがとうございます。はい。進路って言ったらやっぱり高校サッカーで超高校の全国に、はい、進路決めたりとか、うん、まあ、大学も、ね、本当に全国に、まあ、もうサッカー選手が来るというチームでやってきたので、いろんなあのアドバイスができるかなというふうに思っておりますし、どうしたらこう視聴者の、ね、視聴者皆さんを巻き込みながら一緒に動画を作っていけるかなって考えた時に、やっぱり皆さんを巻き込んで、あのね、うん、皆さんにも幸せになっていただきたいので、何か僕たちにできることがないかっていうふうに考えた末ですね、こういうような、まあ、企画を思いついたので、1000人達成したら皆さんを巻き込んで、そういうのずっと定期的にやりたい。やりたいですね、やっぱ1000人達成してその先にまたそういう風につながっていければ、いつかはなんか登録者の中でチームを作ったり、面白いフットサルのなんか大会を開いたりとか、そうですね、みんなでこう作り上げていければいいかなと思います。そういった方向性でこれからも、ね、アスター頑張っていきたいと思いますので、はい、でも皆さんの本当に協力が必要になってくると思うので、はい、これからもよろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。はい、あの本日は、ご報告ということで、うん、まあ、登録者1000人年内達成させていただくっていうことで、させていただいたんですけれども、はい、あの本当にコロナになって、私たちも当然苦しい思いで、あの皆さんも本当に外出したいとか、そういった思いを我慢しながら過ごされていると思うんですけれども、できるだけ皆さんに僕らからしっかりと元気を届けられるような明るい動画を、発信していきたいと思いますので、はい、いつもの行っちゃっていいですか。はい、
チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。